はい、今日はディスコの第1回目ディスコでグーのですねゲストに、当時新宿のギリシャ館六本木のボビーマギーにですねサタデーナイトフィーバー全盛時代にいた西山さんに今日はお越しいただきました。どうもありがとうございます。でもう単刀直入にですねまず西山さんの方でディスコを入ったきっかけっていうのがどういうきっかけだったんですかね。当時はそうですね、もともと自分は北海道出身で、ディスコが好きで、まあ、当時高校時代も、はい、岩見沢っていう人口7万の町でもう3軒ぐらいディスコがあって、はい、まあ、その時ですよね。サタデーナイトフィーバーは流行ってて、もうほとんど多い時はもう毎日のようにディスコに通ってて結構踊りが好きで、それでまあ東京就職した時に、まあ、まともな会社入ったんですよ。すぐ辞めてアルバイトに移して踊りを覚えて好きなんでディスコを探して、それがたまたま六本木のボビーマギーに18の時に、はい、入店したってです。じゃあ西山さんの方は六本木が最初ってことですね。そう六本木。私の方の聞いたイメージだと最初は新宿のディスコってイメージがあったんですけど、当時の六本木は実際今から30何年前の話ですけど、まあ、コンビニもない六本木で、芸能人の方も結構歩いてったと思うんですけど、どうだったですかね当時の率直な六本木の印象は。もう完全に当時は大人の街で、新宿が子供の街と六本木は大人の街で、六本木もだんだんね若者が多くなる、その以後多くなるんだけど、自分がいた時はもう完全な大人の街で、まあ、そのディスコも結構高級なディスコ、ロアビルの13階ガラス張りで夜景が見えて、フィリピンの生バンドが入ってて、はい、男性同士を断り同伴か女性同士みたいな厳しいところで、はい、もうすごいウエーター教育もしっかりしてて、踊りを踊れるところじゃなくてね、はい、当時珍しかった。自分六本木から新宿に行く人って珍しかったよね、はい、新宿からみんな新宿卒業して六本木、そうですね、また渋谷とかね、はい、また銀座も当時ディスコあって、はい、そういうパターンだったんだけど、自分が逆パターンで新宿行ったんですよね。西山さんが皆さん、ディスコに入ったのがですね1979年の8月です。まあ3年 B 組、まあ、古い話ですけど金八先生の番組がスタートする2ヶ月前で、まあとにかく当時の六本木というのはきらびやかで、なおかつディスコに当時は1年早く入るだけで全然音楽も違う時代だったんですけど、まあその本当の意味でのディスコのまずボビー・マギーを終了して、まああとは西山さんの方でよく、まあ、本にも書いてあると思うんですけど、新宿の伝説のカンタベリーハウス、まあ、我々52歳3歳の世代だとカンタベリーハウス知らない人はまずいないんですけど、ギリシャ館は正直でどうでしたかね。もうカンタベリーハウスも当時ギリシャビバとか2号館ペルシャ館とか椿ハウスとかいろいろあったんだけど、はい、まあ、一番柄の悪かったのはギリシャ館ね、はい、うん、まあ、椿が一番格的には上みたいなね、はい、2号館がどっか住友ビルとかにあったりね、はい、うん、でとにかく歌舞伎町にあるビバ館とかジャック&ビティとかもあったんだけど、はい、で他で断る柄の悪い客も全部ギリシャに集めてて、はい、おそらくギリシャの従業員もそれなりのメンツを集めてたんで、多分問題はそこで解決しようみたいな、はい、まあまあ、当時、まあ、笑い話ではなくて本当にいわゆるディスコに来る客っていうのは派手な客とか、まあ、正直言えばサラリーマンで流れてくる以外真面目な客いなかったんですけど、いや、ね、当時本当に揉め事は多かったんですかね。メンツがだから当時はタケノコ族、はい、ロックンローラー族、はい、当時流行ってた少年ヤクザ、はい、で本当のヤクザ、はい、あとチンピラみたいなとかね、はいはい、あとまあどっかの大会の系の大学生みたいなね、はい、あと酔っ払いとか、はい、本当にね雑多な人間の集まりで、はい、もうほぼ 100% みんな一人で来ないでしょ、はい、相手はね、はい、もうみんな団体で来るんで、はい、もう喧嘩がない方がおかしくてね、はい、で喧嘩が始まるとみんな団体戦、はい、うん、これも 100% 団体戦ですね、うん、まあ
これを見てる若い方はちょっと本当あのおとぎ話のように聞こえるかもしれないですけど、とにかく昔のディスコはもう戦いのワンダーランドだったんです。また逆にディスコの従業員も強くなきゃ生きていけないということで、もうそういうあの恐ろしい時代ですね。であとあの、まあそれからいろいろ今ディスコの流れとかも変わって、ジュニアなんとかのディスコが出来て、まあ、今の若い人たちのクラブシーンとかあったと思うんですけど、あの西山さんがそのディスコの世界に、まあ、4年なり5年なりいた、で、まあ、一番 の、 そのディスコに入ってから の、 あのディスコの魅力っていうのを実際はもう一番の魅力ってどういう魅力ですかね。そのいわゆる DJ がであれば音楽であり、お客さんであれば雰囲気とかあると思うんですけど、まあ、あの我々ディスコの従業員っていうのは大晦日もディスコの中で毎年迎えて、はい、休みも月1回か2回、もうとにかく朝から晩までその中で親兄弟より長くいたと思うんですけど、西山さんにとってディスコっていうのはもう一言で言うとどういう、まあ、青春時代ですかね。まあ、今ね振り返ってみると、まあ、あの楽しかった、まあ、面白かったなっていうのもあるんだけど、はい、当時はもうなんとか生きてたなって感じでね、はい、まあ、いろんな経済面でもそうだし、そういう喧嘩沙汰もそうですね、はい、なんとか一日一日生きてこれたかなっていう、もう当時はもう全然そんな考える余裕なんかなかったね。何がどうのこうのっていうのは本当に生きるだけで精一杯だった当時はね、まあ、まあ振り返ってね、はい、あのああだったこうだったと言えるけどね、はい、今だから言える話で、まあ、とにかくあの私が、ディスコに入ったのが1980年の、クレーカー確か81年なんで、まあ、その頃は私の方は新宿でしたけども、当時の六本木っていうのも当然行ったこともないですし、あとは私が、東方会館の方だったんで、まあ、多少流れもちょっと違ったんですけど、まあとにかくカンタベイハウスはもうビル自体がディスコでもう満帆でしたもんね。そうだったよね、はい、だからそういうなんですかね、ディスコのこういうまああのホール側の話としてこういう貴重な意見も含めて、今西山さんたちがそういうあの伝説というかですね、ディスコを作ってきたことによって今もまだまだ、まあ、50代が元気でやれるっていうのでいいと思うんですけど、 あとは、まあ、ちょっと裏話的っていうか、あの正直に言うと当時は芸能人の方っていうのはちょっとイニシャルでもいいし、まあ、あれですけど何人かは来られたんですね。あ、そうだね、あの、まあ、実際に見たとか、まあ、あと来てたとか、まあ、噂も全部含めると結構いろんな人が来てたよね、うん、当時は。あの確か女優の IE さんとか、当時 の、 そのカンタベリーハウスの部長 の、 の、はい、愛人だったとか、あとは西山さんが辞めた後か前後ぐらいに中山さんとか、まだ若い頃とか、まあ、いい時代でしたね。そうね、うん、で今後ですね、僕たちも一応俺たちの青春ディスコナイトっていうのを今やってるんですけども、西山さんとかですね、昔の各ディスコの先輩方を呼んで、とにかくこの、番組を、テーマに、昔の、ディスコの先人の人たちもしくはお客様と再会したいんで、今後とも、今日は第1回目ですけども、2回目3回目とですね、昔のディスコの諸先輩を集めて楽しい番組作りをしていきたいと思いますので、今日のところはどうもありがとうございました。はい、はい、どうも、ね、どうもありがとうございました。じゃあ今日も宣伝をさせていただきます。3月23日日曜日、立川グランドホテルで俺たちの青春ディスコナイト VOL3 をします。男性が4500円、女性が4000円です。ぜひ立川グランドホテルに3月23日皆さん集まってください。じゃあ最後に行きます。ディスコでグー。